衆議院議員、衆議院文教委員長、社会福祉法人、政霊福祉事業団理事長、学校法人、政霊学園理事長、政霊学園浜松衛生短期大学学長などを歴任した。福祉事業家として、結核療養所など医療施設の設立を推進し、多くの患者を救うことに尽力した。これらの医療施設は、後に、 精霊福祉事業団や精霊学園などで構成される精霊グループに発展した。また、日本で初めて特別養護老人ホームやホスピスを作った人物としても知られている。なお、政治家としても活動しており、衆議院議員を7期務め、社会福祉の向上に力を注いだ。1903年、静岡県自基地群浜松町にて生まれた。 浜松市立商業学校を卒業後、上京し、日本立公開海外学校に入学した。当初はブラジルに渡って、コーヒー農場を経営したいと考えていたが、キリスト教に触れるなど様々な経験を経て、日本に泊まることを決意する。また、1928年には、東京進学者にて、ジャン・カルバンについて学んでいる。キリスト教徒であった、彼は、 1930年浜松市に一人の結核患者のための描写を建てた。後にこの描写はベテルホームと名付けられる。長谷川らの活動に対しては多くの献金や寄付が集まるなど賛同する者も,も多かった。しかし、結核に対する危機感から周辺住民らの反対運動も根強く医療施設の経営は困窮していた。そのような状況の中、 昭和天皇より特別ご家資金が与えられ経営危機を脱した。1942年、政令保養農園が財団法人として認可され常務理事に就任した。政令保養農園附属病院開設1952年、政令保養農園は社会福祉法人として政令保養園に改組され理事長に就任した。1961年、 日本で初めての特別養護老人ホーム、浜松十字の園を開設した。精霊保養園は1973年に精霊福祉事業団となるが、以降も引き続き理事長を務め、1980年に退任し会長に就任した。1982年、日本で初めてがん末期患者などのためのホスピスを開設など病院、福祉施設の拡充に努める一方、 各種学校演習キリスト学園をはじめとする各種医療関係学校を経営し、福祉、医療教育にも力を注ぎ、日本で最大級の社会福祉法人である精霊福祉事業団をはじめとする精霊グループの礎を築く。1946年、戦後第一回の衆議院議員総選挙に日本社会党から出馬し当選し、生活保護法の制定に取り組む。 以後衆議院議員を7期務めた。在籍中は、自らの実践をもとにして、福祉に関する法律の制定に奔走した。また、1983年の第13回参議院議員通常選挙においては、新自由クラブから要請され出馬を受諾。比例代表選挙にて、新自由クラブと社会民主連合との統一確認団体。 新自由クラブ民主連合から名簿9位で立候補、したが落選。1983年に長年の功績が認められ日本キリスト教文化協会よりキリスト教功労者の表彰を受ける。昭和40から50年代に浜名湖沿岸に精霊静図を開大学を開設しようとしたが、国立の浜松医科大学が誘致されたため計画を中断した。 この医科大学構想は、壁地治医療を支援する医師を育成しようというものであった。診療技術をコンピュータに蓄積し、短波無線による壁地との交信で、どこにいても最先端の診療ができるようにするというものである。現代の衛星や情報技術による遠隔治療を予見していたとも言える。1994年4月29日、心臓病により死去。九十歳没。 生涯私的財産を持たないというポリシーを貫き、病院敷地内のバラック小屋に住み続けた。遺言で死後も墓を作らず、浜松医科大学に妻と共に検体。骨格標本となり、医療者の教育に貢献し続けている。骨格標本は長らく精霊学園浜松衛生短期大学群に保管されていたが、現在は、 聖霊クリストファー大学内の精霊歴史資料館に展示されており自由に見学することができる。ありがとうございます。